中年オタッキーです。ここのところね、天候不良が続いておりまして、写真が全然撮れてないんですけど、まあこのカメラでね、半年ぐらいかけて撮った、写真の現像がちょうど上がってきたんで、まあネタ切れをなんとか回避することができました。で、今回は、このキャノン F1 にね、キャノン、FL50mmF3.5マクロっていうレンズを装着して撮ってきました。これハードオフでね、ジャンクで買ってきたんですけどね、この古い時代のマクロレンズ、どんな写りするのかということでね、まあ 50mm のマクロ実は私持ってなかったんですよ。一本も持ってなくて、寄るのが好きなのにマクロ持ってないってどういうことやねみたいな感じで、100マクロは持ってるんですけどね50のマクロ持ってなかったんで、まあそんなわけでね、ちょっとね、遊び半分で撮ってきた、作例を紹介しながら、まあ動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、この FL50mm マクロなんですけども、まあキャノンの FLFDR マウントに装着可能のレンズであります。まあ、スピゴットマウントのね、レンズですけどね。まあ、ミラーレスカメラとかね、ミラーレス一眼とかにね、つけるという手も、まあ、ないことはないんですけどもね。私の場合もフィルムでしか撮らないんで、フィルムで撮ってきたんですが、見た目はね、こんな感じでね。まあ、FL レンズということでね、ちょっとのっぺりとした光沢がありますね。レンズ構成は3群4枚ということですね。まあ、枚数が少ないんでね、古いギリレンズでもまあ、内面反射とかは少なめに抑えられるんじゃないかなと思いますね。発売がね、1965年、昭和40年6月ということでね、発売当時の価格は28,900円なんで、40年で28,900円ですごいですね。サラリーマンの1ヶ月分の給料ぐらいじゃないかな。で、絞りバネが6枚、最小絞り22、最短撮影距離が23センチ4ミリ、最大撮影倍率 0.5 倍、フィルター系58ミリ、重量が295グラムとなっております。キャノンミュージアムのね、サイトにね、ちゃんとデータが残っておりました。で、私のね、このレンズは、ハードオフでね、3000円ぐらいで購入してきたんですけど、ヤフオクで見るとね、FL のカメラ、まあ、例えばキャノン FT とかとね、抱き合わせ販売で1円からも出ていましたし、まあ、それは結構稀ですけど、まあ、だいたい2000円から5000円ぐらいが、主要な価格帯でしたが、実はね、もうソールドアウトになってますけど、北村ネットでもね、売られてたみたいで、4000円ぐらいの値がついておりました。比較的安価に入手できるマクロレンズとして、ちょっと注目できると思います。結構弾もあるみたいですしね。で、まあ、50mm マクロ、まあ、FD レンズと比べて露出系が使えないというのが、まあ、ネックなんですけどもね、露出系はもうね、外部露出系を使うか、まあ、スマホを使うか、まあ、そんな感じで、あいつは山間で撮るかと。そんな感じの使い方でいいんじゃないかなと思いますね。まあ、キャノンユーザーにはね、ちょっとおすすめのレンズになっていくと思いますし、ミラーレス一眼とかにね、マウントアダプターを返してつけても、ま、いいんじゃないかなと思いますね。で、感じの写りの方なんですけど、まあ、時代が時代ということは、ま、あって、絶対にモノコードですよね。マルチコードっていうのは絶対ありえないと思うんですがね。まあ、今回はね、ちょうどカラーフィルムで撮ってきました。もうね、絶版になってしまったんですがね、富士フィルムのね C200 で撮ってきたんですよ。ピント合えよこの野郎。合わねえや。富士フィルムの C200 で撮ってきました。もうね、このフィルム大好きだったんで、ちょっと絶版になってしまったというのは非常に悲しいんですが、まあ、もしかしたらこれが最後になるかな。もうないかな C200。まあそんなわけでね、ここから作例紹介していくんですけどもね、このレンズの弱点も大きく出ておりますので、まあ、要注目ということで、ここから作例紹介になってまいります。はい、作例を紹介していきますが、これね、なぜかモワット感が出ることが多いんですよね。ボケはね、綺麗と、マクロレンズにしては綺麗ではないかな。まあまあ、マクロレンズ、マクロなんでそこそこは綺麗なんですけど、まあ、このようにね、モワット
ット感が出ることも多いんですが、こんなキレのいいね、シャープな絵も出たりするんですね。非常に不思議なレンズです。もう季節がね、全く合ってないのはちょっとね、ご勘弁ください。半年もかけて撮ってたんで、このようにね、発色はね、ごくごく普通、問題ない、素晴らしい発色が出ていると思いますが、なぜかね、モワット感が出ることがあるんだな。屋内で撮ったパターンでは出ないみたいですね。これ開放なんですけども、まあ、ちょっと2000ボケが出ておるみたいですね。開放ではね、ちょっと2000ボケが出るようなレンズにはなっていると思います。この写真はまあまあ大丈夫ですが、レンズに直接光が入る、これはちょっともわっとしてますね。もしかしたら共同の内部、に入った光が乱反射してしまうのかな。うん、ちょっとわからないんですが、結構ね、もわっと感が、出やすいレンズになっていくと思いますね。ちょっと注意が必要ですが、使い方に、注意が必要なのかなと思いますね。まあ、使い方が十分大丈夫であればかなりいい描写をするということで、フードかなんかつけりゃいいのかなわかんないですけど、もしかしたらね、この内側にね、光が当たってそれが乱反射しているのかもしれません。このレンズをね、紹介しているサイトもいくつかあったんですけども、やはりね、モワット感が出やすいと。でもモワット感が出てない時はかなりキレのいい絵が撮れるのかなと思いますね。まあ4枚玉ということで、多分内面反射はそんなに影響は出てないと思うんですけどね。まあ枚数が少ないとね、この古いレンズで、枚数が少ないレンズだとね、比較的ね、コーティングの振りさっていうのも補うことができます。枚数が多ければ多いほどね、古いレンズの場合はコーティングのね、難が出ることが多いんで、まあ順光で撮ったら全然問題ないんでしょうけど、まあ逆光で撮ったり半逆光で撮ったりした場合とかね、その乱反射したりゴーストが出たり、まあいろいろあるんですけどね。このレンズはね、その構成がシンプルということで、比較的使いやすいものになるんじゃないかと思います。何よりね、マクロレンズってね、人気が非常に高くてね、大体高いんですよね。価格が非常に高いんですけど、まあ3000円、4000円ぐらいで入手可能というね、マクロレンズということで、結構使えるんじゃないかな。キャノン FD マウントユーザーにはね、注目のレンズなんじゃないかなと思います。で、露出系もね、まあ、この F1 の場合だと絞り込み速攻でなんとか使えますし、まあ、露出系使いたい人は絞り込み速攻でね、キャノン A1 とかにもね、この辺にね、露出系のレバーがありますけど、絞り込み速攻で使うと、まあ、なんとか使えるんじゃないかなと思いますけどね。山間露出できる人はもちろん問題なく使えます。これも一本揃えとってもいいんじゃないかなと思いますね。マクロレンズ特に持ってない方とか、簡易マクロ。ズームのマクロとかを使って、メインで使っている人には持っていてもいいレンズなんじゃないかなと思います。はい、今日はそんな感じでちょっとさらっとした動画になっていくんですけどね。まあ、キャノン F1 をね、このレンズとこのフィルムに占有されて半年間使えなかったんだな。おたっきはね、カラー写真を撮るのがすごい苦手になってしまって、なんか、光があっても色がないシチュエーションの時はね、もうカラーで撮る気にならないんですね。で、今日はいい色の被写体があるから、まあ撮ってみようかなとか、まあそんな感じのノリにはなるんですけど、そういう場面を外してしまったらね、カラーフィルムがカメラの中にものすごい長い間ね、長居するというね、ことを繰り返しております。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。次の動画はね、コニカのね、AR で、また同じようにカラーネガで撮ってきたんですけどね、それもね、次回やろうとは思っています。で、ここまでで、まあ、レンズ紹介になりますかね。レンズ紹介はここまで。ここからね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日の作品投稿のコーナーは、ファーストインパクト、ペプさんの投稿から。いつも楽しく拝見しております。ファーストインパクト、ペプです。久しぶりに投稿します。ここのところデジタルや動画の撮影が多いのですが、フィルムもぼちぼちやってます。今回、以前まとめて落札したジャンクカメラの中に入っていた APS カメラ、富士フィルム、ティアラ、IX で撮影しました。タイトルは、上野の桜と秋葉原の桜。フィルムは富士フィルムネクシア400、2008年期限切れです。デジタルデュープしてインデックスを見ながら色を調整しました。天気が悪かったので暗めに映っ
ていますが、インデックスを見る限りおかしな色もなく、思ったよりも綺麗に撮れました。2008年期限切れの APS フィルムですが、1本500円でしたので、お得感はあります。現像はヨドバシカメラで 2,3 日で出来上がりましたということですね。で、作品なんですけどもね、まあ、APS のフィルムね、もう廃盤ということなんですけど、見事に映っておりますね。っていうか、APS のフィルムを引っ張り出したらこんな感じなんだな。非常に美しい映りになっております。まあ、あえてね、そのパーフォレーション部まで、見える状態のまま掲載しますが、一応、そのカウンター出るんだね。カウンターバンクをも映るんですね。ちょっと僕も出したことないんですよ。いっぱい出したことがないんでね、非常に参考になりました。ファーストインプットペプさん、ありがとうございます。次はね、四日市の中年男さんですね。中年おたきさん、こんばんは。夜桜の写真を2枚投稿させていただきます。1枚目のタイトルは幻想です。カメラオリンパス OM はレンズマイクロ 90mmF2、フィルムはプロビア 100F です。ガイドナンバー32のストロボを耐えて撮影したらどんな風になるんだろうと思って撮影してみたら、なんだかモノクロ調な不思議な写真になりました。2枚目のタイトルは、春雨の夜にです。カメラ同じレンズに マクロ 50mmF2、フィルムはベルビア100でバルブ20秒で撮影しました。ちょっと小物を使いました。近所の公園で撮影したんですが、団地の中なので人に見られたら通報されていたかもということなんですね。で、作品なんですけど、確かに1枚目の方はもう本当にモノクロチックですね。ちょっと露出アンダーになっているのか、黒の締まりが悪くはなっていますが、もうこれはしょうがないかな。で、2枚目の方はね、バルブで撮ったということで非常に美しい写りになってます。こういう写真好きですね。傘を小物に使ったということで、傘がもうちょっと大きくてもよかったかな。はい、四日市の中年男さん、ありがとうございます。次はにっこり EM さんの投稿ですね。おたきさん、皆さんこんばんはです。コニカセンチュリア400、22年前に期限切れで桜と風景を撮ってきた写真になります。写ってたらラッキーな感じで撮影してきました。現像出すときあまりにも古いので現像液汚したらすいませんと言い、大丈夫ですよって返事をもらい現像に出しました。仕上がりはピンクですと言われてダメかなと思って帰ってから PC で見るとまるでホラーゲームの背景のようになっていました。これはこれでハマりそうです。撮影機材ヤシカエレクトル 35GX、 コニカセンチュリア 400、 ISO50 で撮ってきました。タイトル1枚目2枚目ともパラレルワールドです。あと新たなコロナも増えてきているので、気をつけて仕事してくださいということで、ありがとうございます。よろしくお願いしますということなんですけどね。でね、作品なんですけど、本当にね、これなかなかいいですよね。かなりいいです。まあ、本当にね、不思議な世界。まるでね、その、モノクロでね、色を抜いた写真のこと僕言いますが、これ違う世界を撮る、別世界で撮るということで、非常にアート性が高くなっております。なかなかいいと思いますね。にっこり EM さん、ありがとうございます。次は、1都市級さんから2枚投稿ですね。今回もお世話になります。1枚目のタイトルがポンコツ。2枚目のタイトルがマイキャップということですね。カメラオリンパス OM30、随行 50mmF1.4、アグファ APX100 で2枚とも撮られておりますね。で、1枚目からいきますけど、1枚目はね、ちょっと上の方が光線かぶりしてるようにも見えるのかな、気のせいでしょうか。ハンマーのね、絵の部分が白くなってるの、これ気のせいかな。で、2枚目なんですけど、2枚目の写真、非常に好きな写真になります。光の使い方がうまいんですが、ちょっとピントが甘いのかな。これいいと思う、この作品いいと思いますが、ちょっとだけコントラストが低下しておりますね。はい、一としくさん、ありがとうございます。で、次がね、高滝さんの投稿ですね。タイトルがね、曇り空と桜の新芽ということですね。中年おたけさん、皆さん、こんにちは、こんばんは。桜の枝から出ている新芽に注目して撮影しました。桜は開花したばかりなので、桜の花の色も桜色よりも白色に近く、曇り空も相まって、まるで白黒フィルムで撮影したような感じになりました。気温差が続きますので、皆様、体調にお気をつけてお過ごしください。カメラ、キャノン FTV、レンズ、キャノン、ズームレンズ、FD30、15から70、F3.5 から4.5、フィルム富士カラースーパープレミアム420、2021年使用期限ということですね。で、作品なんですけど、ほんとモノクロっぽくなってますね。これ非常に好きだな、この作品。構図も非常に良いですしね。まあ、レンズね、散々このレンズいいレンズだって言ってますけど、非常に描写も良くなっておりますね。美しいになってます。美しい写真になっております。高滝さん、ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですが、最近毎回変わってますが、これめっちゃ
くちゃね、今回ね、力作揃いでね、高崎さんの絵もいいですし、一都市九さんの2枚目も良いですしね、にっこりEMさんもいいですし、とにかくね、四日市の中年男さんの2枚目もいいですし、ファーストインパクトペブさんの1枚目もいいんだな。全員タイトル画面候補になってくるんですが、今回はね、にっこり EM さんの1枚タイトル画面行きましょうか。ちょっとこの手の写真、まあ、初に近いというかね、異世界を撮ったような写真になっておりますので、こちらをタイトル画面にしていこうと思います。線に漏れた方は本当に申し訳ない。今回レベル高かった。というわけでね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラ初投稿ですね。これハンドルネーム書いてないんで鈴木さんで紹介しておきましょうか。鈴木さんの投稿です。俺のカメラのコーナーへ投稿しまして、はじめまして、チュネオタキさんの影響でフィルムカメラを買ってしまいました。キヤノン T50 の方は感動費用レンズセットで700円だったかな。けど買ってから分かったんですが、このカメラプログラム A しかなかったんですね。それでは面白くないので FTB を600円で手に入れました。ついでに FD50mmF1.8SC も800円で買っちゃいました。とりあえず自分で清掃とモルド交換をしたので、これからモノクロの世界に足を踏み入れようと思います。良い絵が撮れたら作品投稿のコーナーにも投稿させてもらいますので、よろしくお願いしますということですね。で、このカメラ2台ですがね、T50 は本当オートマンということで、オートしかないです。この時代のカメラ、結構 AF になってからもオート専用のカメラが多くて、まあマニュアルでは撮れないと、もう本当プログラムだけなんですよね。で、FTB があるわけ。FTB はまた極端ですね。もう完全なマニュアル系ですね。私の絵が映っておりますが、こういうのはちょっと結構こっぱずかしかったりします。はい、投稿ありがとうございます。いい絵が撮れたらね、ぜひ作品投稿のコーナーにもよろしくお願いします。モノクロフィルムのね、楽しさ、結構ね、デジタルではない、楽しさが絶対にありますのでね、ぜひぜひチャレンジしてください。はい、今日の動画はこんな感じになっていきますね。俺のカメラのコーナー、まだまだちょっとだけ待ってますけど、投稿少なくなっておりますので、また投稿お願いします。やったやっちまったコーナーとかね、教えてオタッキーのコーナーはもう投稿が切れておりますので、ぜひぜひ投稿してくださいませ。はい、今日の動画こんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。まあね、ちょっと天候が悪いということでね、取りあぐねてたんですが、ようやくフィルム2本取り上がりました。まあね、苦戦しておりますが、なんとか動画をね、繋げていこうと思ってます。で、ゴールデンウィークがそろそろ、来ますけどもね、ゴールデンウィークね、おたっきは福岡に行ったりするんですが、誰かに会おうかなとも思ったんですがね、ちょっと大人数で集まるのはさすがに感染が広がってるので、仕事的にちょっとまずいので、オフ会はちょっとなしかなーって感じになりますね。せっかくね、九州まで行くんですけどもね、実は墓参りに行くんですけどね、墓参りして帰るだけということになってしまいます。まあ写真は撮りながら行きますけどね。はい、今日の動画はこんな感じです。高評価コメントの方ね、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方なんですけどね、まあ1週間に1回ずつね返しておりますが、ちょっと完全に追いついてないんですけども、全部返すね、つもりで頑張っておりますのでね、ぜひぜひコメント、何か感じたことありましたらよろしくお願いします。また今後の要望とかもね、コメントで入れていただければ、こんなこともやってほしいみたいなこともやって入れていただければ、できるだけ要望に応えるような形で頑張っていこうと思います。でフィルム販売の方なんですけどもね、ようやく第2弾の方が入荷が明日入ってくるみたいですね。でまたその辺はね、ツイッターのね、中年オタッキー3の方ででもつぶやいていこうと思いますんで、フィルム欲しい方はね、ぜひぜひ、アクセスしてみてください。はい、それでは今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。